皆さんこんにちは。2020年に創立100年を迎えたマツダは、60年前から四輪自動車の製造を始め、今に至ります。これまで数々の名車が誕生し、中でも秀逸なデザインのモデルも存在しました。そこで今回は、今も語り継がれる優れたデザインのマツダ車についてご紹介します。 1. マツダルーチェロータリークーペ。1966年にデビューしたマツダルーチェは、欧州車のようなスタイルの4ドアミドルクラスセダンで人気となります。一方、1967年の東京モーターショーに、ルーチェとは異なる低く長い独特のプロポーションの2ドアハードトップクーペ RX87 が展示され、これがルーチェロータリークーペとして1969年に発売されました。搭載されたエンジンは、最高出力126馬力を発揮する 655cc 2ローターのロータリーエンジンで、これを縦置きに搭載して前輪を駆動する FF を採用。なお、現在までで唯一無二の FF ロータリー車です。しかし、非常に高価な車だったため、販売は低迷し、1972年に生産を終了しました。 2. ユーノスロードスター。1989年、マツダが展開していたブランドの一つ、ユーノスから、2シーターオープンスポーツカーロードスターを発売。当時、国内メーカーは、オープンカーの生産から撤退しており、久しぶりのオープンカー、しかも、FR のスポーツカーとあって、大いに話題となります。外観は、往年の英国製スポーツカーをオマージュしたようなデザインで、丸みを帯びた車体はコンパクトで軽快感があり、人馬一体をコンセプトに設計されました。車種は専用に開発されましたが、エンジンは既存のものを搭載することで、安価な価格を実現し、手軽に乗れるスポーツカーとして国内外でヒットします。3. ユーノスコスモ。バブル景気もピークを迎えようとしていた1990年、ユーノスからフラッグシップクーペコスモが発売されました。世界初の3ローターターボエンジンを搭載するなど、まさに景気が良かった頃の産物といえます。外観はロー&ワイドな流麗かつ迫力のあるボディで、ロングノーズショートデッキと古典的なスポーツカーのフォルムながら、曲面を多用したボディパネルによって、新世代の GT カーをイメージさせました。またコスモには、世界初となる GPS ナビゲーションシステムが設定されるなど、先進的なメカニズムを採用していました。4. アンフィニ RX7。 マツダが世界初の量産に成功したロータリーエンジンは、一時はセダンやステーションワゴンにも搭載されましたが、次第にスポーツカー用エンジンに特化し、進化の頂点を迎えたのが、1991年発売のアンフィニ RX7 です。外観は、複雑な曲面を多用した流麗な美しいフォルムと、低く構えた小ぶりなキャビンによって、高い運動性能を予感させるピュアスポーツカーらしさを表現。またフロントフェイスは、国産車で最後となったリトラクタブルヘッドライトを採用し、歴代 RX7 のアイコンを継承しています。そして、排出ガス対策が困難などの理由により、2003年に販売を終了しました。
5、マツダ MX6。 1992年に発売された MX6 はコスモや RX7 と異なるキャラクターの2ドアスペシャリティカーとしてデビューしました。外観は均整の取れたワイドボディかつ伸びやかなフォルムと美しいボディラインが特徴のクーペで、当時のアメリカ車を意識したような印象があります。搭載されたエンジンはフォードブランドで販売されていた2代目フローブと同じく 2.5 リッター V 型6気筒と2リッターの直列4気筒を設定。しかし発売した時にはバブル崩壊後の景気後退が著しく、販売数が伸びることはなく、1995年には生産を終了してしまいました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。